大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日はですね、半月板損傷の膝の痛みですね、半月板損傷を、ね、悪化させてしまう最悪の座り方ね、5つをご紹介させてもらいます。膝が痛い人っていうのはこういろいろ動き方が悪くて痛くなってるんで、膝が痛くなる原因っていうのは、半月板損傷だろうともほぼこの太ももの前の筋肉の硬さが原因です。痛みの原因です。で、座り方だけがまあ悪いって人はいなくて、結構生活の動き全部悪いから痛くなってるんですけれども、座り方がね、結構その半月板損傷の痛みに関係してると思ってる人はいないので見過ごしがちになります。なので今からね、教える動き、座り方をやってるんであれば、今日の動画を見てやめて、膝に負担のかからない座り方に変えていってください。で、今からやっていくんですけど、その前にまず正しい座り方ですね。で、正しい座り方って過去の動画でも何回もお話ししているので、今日はね、さらっと言うだけにして、すぐ、その悪い座り方をやっていこうと思います。で、これ骨盤なんですけど、ここに座骨って骨があります。で、座骨をポイント合わせて座ることによって、骨盤に対して背骨っていうのはくっついているので、骨盤がまっすぐであれば背骨も絶対まっすぐになります。骨盤が歪めば絶対に背骨も一緒についていきます。なので、この背骨で姿勢を操作しない、骨盤をトンと立てて座る、で、上半身の力は絶対抜く、これが正しいいい姿勢です。で、こういうような猫背であったり、こういうような腰を反ったりしないっていうことですね。今やり方も簡単にやりますけど、こうやって太ももの裏からスーッと手を上げてくると、お尻と、足の付け根ぐらいにポコッといたさっきの骨があります。それをこう手を押しながら座って離すと、ちゃんと座骨に体重が乗ります。で、上半身の力を、ここから反ったりとかしないっていうことですね。で、猫背、これが悪いっていうのは誰でも分かってると思うので、今日はちょっとこの5つには入れてないんですけれども、猫背こうなってる人はね、これはやめてください。で、このこっちの反るってやつなんですけど、立った状態で胸張って腰反れば太ももに力がかかっていくっていうのは分かると思います。っていうふうに、さっきのように座骨を立てて座って、さらに胸を張って腰を反ると、ここに負担がかかっていきます。で、原因は太ももの筋肉が硬くなることなので、自ら太ももの筋肉を硬くしないようにしてください。つまりこれから言う座り方も全部太もものここら辺に負担がかかっていく座り方なので、そこに負担のかけない座り方、さっきの正しいいい座り方をね、やってください。じゃあ行きます。まず一つ目ですけれども、これは結構分かる人多いと思うんですけど、まず足を組むか、こういうふうに足を横にしてこう座るですね。こういう座り方する人結構多いと思います。これはどっちもダメです。まず足組んじゃうと、左足が痛かったとした場合、ここら辺の筋肉にやっぱりぐっと圧がかかってきます。で、力が入っちゃうんですね。で、このせいで筋肉が縮まって痛みが出やすいです。特にこれをよくやる人は内側が痛い人がやっぱり多いですね。これをやらないようにしましょう。で、この下、こっち側が痛かった場合だとしても、じゃあ足組んでない方が大丈夫やんと思うかもしれないんですけど、こっち側の筋肉、右側が痛い場合だと、もうそもそも右側の筋肉ってぐって硬くなって痛みが出てるわけですね。そこにこうやって重いもの、足でですけど乗せると、さらに筋肉にぐって圧がかかります。なので、より硬くなって縮まってる筋肉をさらに自分で縮めに行くので、実はこっちにも負担がかかりやすいです。なので、これはどちらも良くないです。で、この座り方やってもらったら分かると思うんですけど、この時点でどっかに力入りますよね。で、こういうふうにすると無駄な力入るの分かると思います。というふうに、この太ももら辺に力が入ってくるので、この座り方していると、やっぱりこれも膝に負担がかかってきます。なので、これもやめましょう。というふうな、この足を組むとかね、足を横に出すっていうことがまず一つ目ですね。で、二つ目なんですけれども、こういうような肘掛けがある場合ですけど、とか机とかですね、肘掛けに肘を置くとか、こう頬杖をつくっていうこの姿勢ですね。この座り方良くないんです。で、これしてて膝の半月板損傷何の関係があんねんって思うでしょうけど、これね、なかった状態でこうやってちょっとかけてほしいんですけど、こうやったらその瞬間、こっちの太ももら辺の筋肉にぐって力が入るの分かると思います。反対側でやったら反対側にかかるっていうのも分かります。っていうふうに、ここまでね、圧はかからないんですけど、肘掛けがある場合っていうのは、でも若干かかるんですね。で、こうやって座ってる人って結構無意識でも長時間こう座ってることが多いです。で、
確かに10分とか1日ぐらいの負担なら知れてるんですけど、こういう座り方をずっと何時間も何年も何十年も繰り返してるとやっぱりバカにならない負担になってくるんですね。でこの状態も最初はこうだったのに何年もやってるとやっぱどん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 こう進行していったりします。こっちによる力が強くなってくるとその分かかってくる負担の量も増えてきます。なのでこういったところが原因でなかなかスッキリしないっていうことがあるので、こうやってる人はね気をつけてください。特に右が痛いのに右に傾いてるとか左痛いのに左に傾いてるって人はもう良くないので今すぐやるようにしてください。あと多いのが車とかですね、こういうふうにかけてこう運転したりとかこっちにこう寄せたりとかするとこう無駄な負担がかかっていくので、そこをね気をつけてください。で3つ目なんですけれども、あこの足ですね、足の位置が悪いっていうことですね。結構ね足の位置気にしてない人多いと思うんですけど、なんか作業してたりすると足こうやって指先ピーンとなってたりとか、こんな風に入って内側にこう入ってたりとか、こういうところにですねさっきこう引っ掛けてたりとか、こうする人いるんですよ。で、つま先にこうかかっていくと、つま先重心にすると太ももの前にすごいかかるんですよね、圧が。で、筋肉が硬くなります。つま先にグッてかければわかります。なんでここら辺ね負担かかって痛くなりやすいです。で、この内にこう足が内側にこう入っちゃうやつですね、これは結構内とかにかかりやすいです。この状態でグッて圧かけて何時間もいると内側が結構痛くなりやすいです。で、こういうやつですね、引っ掛けるタイプ、これもこれはその人の引っ掛け方によってどこにかかってくるかはもうバラバラですけど、いろんな引っ掛け方、こういう引っ掛け方したりこう引っ掛けたりこう引っ掛けたりとか片方だけとかいろいろあるんですけど、その人の掛け方でどこにでもかかっていきます。なのでこの3つね、この足のこの指先のこの位置ですね、足先のこうなってたりとかこんなになってたりとか、まああんまりこっちの内側にこう入ってる人はいないでしょうけど、こうが多いのかな、こうとかつま先と内のこの複合が多いと思います。こうしてる人とかね、ここら辺は気をつけてください。こうやってねできるだけ足はフラットにしてあげましょう。で4つ目ですけど、4つ目も結構多いですね。椅子にこう浅く座ってる人、浅く座ること、ただこれだけこのこと自体が悪いってわけではないんですけど、浅く座るといずれ5分、10分、15分してくるとこういう風にやっぱり後ろにこうもたれかかっていきます。で、こうズルズルお尻が前に行っちゃうんですね。で、これの何がまずいかっていうと、お尻ズルズル前に行くと無意識だろうと意識してようとやっぱりこの足でちょっと踏ん張る力が出るんですね、これ以上前に行かないようにって。で、この状態で無意識でちょっと踏ん張った状態、意識して踏ん張ってもらうと太ももに力が入っているのが分かると思います。これをテレビ見てるときにすごい緩い力で無意識で何時間もやってると、ここにずっと負担がかかり続けてそれが痛みにつながってきます。なのでこの座り方はやってる人はやらないようにしてください。これに近い状態を作ってしまうのがソファ、柔らかいソファに座ったりする場合とかです。なのでこういった場合は座り方としてはお尻先に突っ込んで上半身を倒してあげる。これでまっすぐ正しく座ります。で最後一つなんですけれども、これは単純に椅子が小さすぎるってことですね。これちょっと最大まで下げてもあまり小さくならなかったですけど、基本的に股関節と膝っていうのが位置が大体平行か、もしくは若干股関節の方が高い位置にあるぐらいが理想的な椅子の高さになります。でもこうやって小さくなってくると逆転してくるんですね。膝の方が高くなってきます。これよりもっと小さい低い椅子に座るとどんどん膝が高くなってきます。で、膝が高くなってくるとその分上半身こう後ろ行くんですよね。で、そうなった時に後ろに倒れないように力入るわけです。こういうふうにグッとってなった時に太ももにね力がかかってくるんですよ。ここにも上半身だけじゃなくて太ももにも力がかかってきます。この状態でずっと座ってるとやはり膝の痛みっていうのは強くなっていきます。なのでそのままどうしようもない場合もあると思います。あんまり低い椅子座るのって外に出かけた時とかどうしようもない時が多いと思うんですけど、
そういった時もね、できるだけ選ばないで済むなら実際は低い椅子は選ばないようにしてる。できるだけさっき言ったようにこの股関節とね膝の位置が平行もしくはちょっと若干股関節が高くなるような椅子に座ってください。この5つねしっかり守ってもらうことでこのやらないようにすることでこの半月板損傷でこの椅子の時痛いっていう人とか、まあ、ちょっと改善しないなっていう人のが膝が改善するっていうことがよくあるの で座ってる時間って日本人って世界で一番長いんですって。なのでこのね、座ってる時間をどう変えるかっていうのは膝の痛みに対して結構大切になってくるので、この5つの座り方やってる人はやらないようにして自分の膝を守っていって改善していきましょう。ではね、下の概要欄に当院のホームページありますので、そちらも確認してください。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。